はい、放送再開しました。お待たせしました。はい、お待たせしました。第2曲になりますね。はい、第2曲の、組み合わせは先手が井上匠奈良原和人で、後手が中井で、井上ペアですねになっております。井上じゃダメですよ。うん、そう、井上稲井勇気勇気さんね。はい、どうということになっております。僕はもう今日は一戦で勝ち逃げですいい状態で、いい状態で逃げられます僕待ってる間コメントすごい読んでたんですけど、絶対口を割らないんで何書いても無駄ですよ。明日の発表について何言われよ、絶対言わないんで何書いても反応しないですマヤが代表かもしれないけど反応しないですそれだけは違うそうだからまあいいけどみたいなそれはさすがにみたいなそう、まあ、ちょっとね明日ホームページを見れば分かるはい分かりますので、じゃあそっちを見ますよ、はい、僕もすいませんちょっとね、はい、まだ言えよ、準備にしときましょう。そう、大人の世界は言えることは言えないことがあってね大変ですけどもまあ明日はねもういろいろありましたが、もう僕は明日将棋しか見ないです本当に将棋しか見ないですきっと、うん、一日見てます。将棋界の一番長い日もねですね、楽しみですね。はい、ということでじゃあ2曲目そろそろ始めていただきましょうかね。はい、はい、では対局室行けますか。どどんとどうぞ、はい、いいかな、うん、はい、あ、ちっちゃい、あ、そうか、対局室に行かないんだ、そうだ、いつこっちなんだ、映してる、そうだ、始めていきます。はい、いやしかしね、1曲目先生なんか本当時間かかっちゃってすいません、もうあっさり終わるはずが、ラウロ長いとかいうコメントなかったですか。あ、そうですか、はい、よかったよかった、はい、名曲でしたね、名曲賞あげたいぐらいですね。ありがとうございます、はい、コメントの この将棋でもすっごい長いのありましたよね。420って、ね、420、はい、さっき話題になってました。あ、ね、凄まじいですよね、まあ、普通120ってぐらいなんですよね、約4倍ですね。いやーもうそんな420ってで差し直して終わったのが朝ぐらいですよね。そうですね、朝方ぐらいとか、はい、いやちょっとそんなよく体力持つなとか感じられるんですけどね。糸瀬さんもさっきそれで言ってたのが、10時から朝10時から朝7時半まで、あ、っていうのあったんですよ、やったことあるんですよ。2000日で3000日で3000日でやばいですね。そうだ先生、3000日での人じゃないですか。気持ち悪くなってなんか幻見えましたからね。で試験日出ました。よく知ってる、正解です。おー、イエーイ。ノマシケって何ですか？ノマシケか。あ、ノーマル四間飛車ってことか。あ、今そうやって略すんですね。ノマシケみたいな。ノーマルじゃないっていうのはどういうもんなんですか？こういうパターンですね。こうやって角道開けたまま四間飛車しちゃうっていう、角交換振り飛車、角交換四間飛車みたいな感じです。あ、こっちがアブノーマルな四間飛車。まあまあ、今のがノーマルな試験、まあ、アブノーマルっていうとちょっとなんか語弊がね、ありますけど、アブ試験みたいな、はい、アブ試験アブ試験来る、アブ試験、こうすいません、またちょっと悪い癖が出ました、大変失礼いたしました。だいぶ悪い癖、ね、本当にダメなんです、本当悪い癖が出ちゃうんで申し訳ないですね、本当ね。だってノーマルって言われたらね、逆も考えたくなるじゃないですか。銀上がった、はい、危ないよ、釣られて変なこと言っちゃうよ本当気をつけてくださいね、ちょ気をつけないと、僕が来ちゃったんでこっちに将棋盤の前では控えてますからねいやでも将棋盤の前じゃないですよ、パソコンの前なんで大丈夫です。あ、そっか、そう、角道オープン四間飛車って言いますね。ついてないと思う、ついてないやつ、はい、はいはいはい、危ない系じゃなかった、うん、聞いたことないですよ、危ノーマル危ノーマル四間飛車、将棋とすごい反対ぐらいにある言葉ですよね、なかなか聞かないでしょ。アブノーマル試験飛車いいな。ちょっと使っていこうか。あの略してアブ試験。アブ試験ね、はい。誰かやってるのって書いてありますけど、結構そういう戦法を毎回取ってた方もいるんですか。どっちですか。角道オープンですか。角道オープン。オープンはそうですね。あのね、名前忘れたな。黒沢くんっていうね。へー、はい、やってる方が。名前知ってる。黒沢五段、黒沢レオくんっていう。はい、今日もさっきちょっと会いましたけど、おお、将棋会館で、あ、将棋会館で、はい、あの棋王戦っていう棋戦があるんですけど、それで挑戦者決定戦まで行ったぐらいの、おお、まあ、実力者で、はい、そうイケメンなんですよ、イケメン、すごい可愛い感じ、あら、うん、そうですね、カドックもよくやってましたね、はい、カドックもその角交換振り飛車、はい、すごい好きで、うん、あの本も2冊出してるんですけど、めちゃくちゃ売れてるんですよ、それが、なんだろう、好み。
うん、後でググります。ググってふむふむってなります。うん、いやしかし将棋がイケメン多いですよね。本当困るんですよだから。いや伊藤先生がどうとか一言も言ってないですけど。なんか先生イケメンですよ。顔文字見たらこうなっちゃいます。いや。イケメンですよ。でも2児のパパですか。本当ですよね。2人目いつ生まれたんですか。去年の6月です、ね。去年6月。はい、6月だと今8ヶ月。そうですね、はい。上の子女の子じゃないですか。上が、はい、女です。下は男です。男の子。ああおお。白田さんうちの娘。一姫二太郎。娘にあずね。一姫二太郎。うん。はいはいはい。そうお会いしたことがあって。うん、へえ。よいしょ。8ヶ月だと、はい、赤ちゃんって、まあ、喋るのはまだ全然そうですね子供いないんで分かんないハイハイぐらいですねハイハイ、はいはい、あと捕まり立ちとかで捕まり立ちとか、はいはいはい、そうなんだ最近僕に捕まろうとしてきますねああなるほど可愛いですね捕まってくるとかたまんないじゃないですかそうなんですよ、ねえうん、どっちでもやっぱり女の子の方がお父さん的にはそうですね、あそう今日話そうと思ったことあって、はい、なんかまあ保育園みたいに行ってんですよ、はいはいはい、でなんか急に結婚の話になって、あなんか、クラスメートのなんとか君と私結婚することに決めてんだみたいな言い出して、えっと思って俺もう5分ぐらい無口になってでなんかまたねその10分ぐらいした後にあでもあの子でもいいやみたいなこと言い出すんですよだから真剣に叱ってやりましたよ結婚ってそういうもんじゃないからそういうねフラフラした浮ついた気持ちでやるもんじゃないからしっかりした方がいいよって、ね、ガチで怒っちゃって気が多い本当大人げなかったなと、ね、大人げなかったなと思いましたお、ね、広告いただきましたありがとうございま す, います今広告流れましたちょっと読めなかった、うん、宣伝いただいてるのかな広告あ、ありがとうございます、ね、名前読んどこうありがとうございますあ、出ないぞあ出るんですか普段は、うん、履歴っていうとね、広告履歴が出たりするんですよあ、これあれ あれあ広告ランキングのこっちにすると広告ランキングあ、違うわ新さん、新さん、ありがとうございます。新さんってあれじゃないですか、神様じゃないですか、将棋の神様じゃないですか。奇神っていう本ありましたね、そういえばあの。ああありましたね。あの写真集ですよね。フォトブックみたいな、そうそう。いや、羽生さんはじめ。へえ。いや、僕あの本めっちゃ欲しいんですけど。うん、今売ってないですかあれ。いや多分あでもアマゾンとかで僕探したらプレミアついてましたね、うん、あ高くなってました。あそうなんですね。これすいません話してて価格上がってましたね。強い。うんプロたちの乗ってる感じなんですか、はい、へであれですよね将棋指してる写真ですよね皆さんそうですねあごめんなさい将棋指されてる写真で、はい、ものすごい皆さんかっこいいんですよねやっぱりねうん勝負師がこう集中して指してるかっこいいですよね絶対やっぱりねそういうのはかっこいいっすよあの女性も男性もみんな なんか、うん、昔の人でなんか坊主で結構がたいが良くて、うん、なんか和服で打ってる人がいてめっちゃかっこいいってなったんだけど名前は全然わからないなんか坊主だったのそう昔の人ってどれぐらい昔なんか白黒写真だった白黒写真増田幸三先生かな違う坊主じゃないかな増田先生なんかむしろひげ生やしてるイメージですね、うん、ひげなんだ、うん、でもね坊主だった大山先生あ森啓二先生 か森先生あるかもしれないですねマージャンものすごい強いみたいないやそうですねはい昔結構伝説ありますよ、ねはい、森先生あの森先生あれですよ金子さんとすごい仲いいんですよそうそう金子正輝さんとすごい仲いいんですよ森先生昔あの金子さんの雀荘に僕勤めてた時に、はい、あの森先生遊びにいらしたことあるへえ、うん、言っていいのかな大丈夫です大丈夫ですお忍びかもしれないですよすいませんなんか森先生買ってるとごめんなさいいらしてフォーカーも強い何でも強いすごいいやでもね雰囲気もうすごかったですよ飲まれますよ森先生のっていう雰囲気で麻雀打ってる姿も凛としてる超かっこいいですマジでやっぱり違うなって思いましたねそれいらした時ねとなんかすいません将棋の解説を全くしてもらってないという世間話しかしてない一局もそんな感じでしたね一局もそんな感じですかまあいいですかだってまだこれ序盤なんですよね、まあ、そうですねまあのどかなね序盤戦ですよね歩がぶつかる前
まではとりあえず、そうですね、自由に駒組みしていただいて、よいしょって来ました。この時のミスはいくらでも取り返せる、うん、ああなるほど、ね、そうですね、まあ、この辺の、ね、ミスは、はい、トン1曲の1000点2000点で、うん、あーそんなようなもんですか、まだ大丈夫です、なるほど、全然大丈夫ですね、はい、やっぱりオーラスのね失点が痛いですからね、あー確かにそうですね、はい、ね、めっちゃシステムじゃん、結構システマチックな動かし方なんですか、はい、今のところお互い、あの先手の下の人が藤井システムっていう、はい、あのあるんですよ、はいはいはい、藤井武九段ってご存知ですか、分かんない、藤井くんの方かと思った、藤井くんシステム持ってるんだって思っちゃったぐらいに、意外にシステム持ってないんですよ、彼は何やっても強いタイプなんで、オールラウンダー、うん、藤井武九段はね、あのこの振り飛車に革命を起こした人で、すごいんですよとにかくそうなんですね、うん、そのシステムに今乗っ取った動きをしてるってことですか、そうですね、あのね振り飛車で四間飛車得意なんですね藤井九段って、はいはいはい、その四間飛車にして、はい、あの普通美濃囲いって言って、まあ、こんなような形に組むんですけど、はい、あの相手穴熊に組むのがねすごい流行ってた頃に異玉って言ってね、全く王様囲わないこの状態で、はい、うん、あの穴熊ぶっ潰しちゃうっていう作戦を考えたんですよね、へー、僕はじめ将棋を教わった時に王様ここだけは絶対いちゃダメだって教わりましたよ、異、うん、玉は避けよって、そっちがセオリーなんですけど、うん、そのセオリーを無視してあえて、うん、攻めにねこの全ての手をかけて、うん、穴熊をぶっ壊すっていうね、あ、その囲ってる時間とかも全部攻めに費やすってことですか、はい、まあ、簡単に言うと、はい、この穴熊のね一手一手ってすごい大きいんですよ、この2二銀って上がる手とか、はい、金を近づけていく手っていうのは価値がものすごく高いんで、はい、で先手の方はこう動かしたりしてもそこまで価値高くないんですよね、ああなるほど、はいはいはい、だから最終的に価値高い手と価値低い手になるんだったらもう最初から穴熊作らせない方がいいんじゃないかっていう考え方で、ああなるほど、ほう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 、そんな感じっすね、そういう発想なんですね、はい、やっぱり手の価値っていう発想で高い価値の高い手を指させないと、そうですね、なるほどね、作っちゃう前にぶっ壊しに行くってことですか、そうですね、うん、あの終盤になった時に、はい、まあ、王様ここが基本なんですよね、 下の人たちは、うんうんうん、で上の人はこの1-1が基本なんですけど、はい、一路違うんですよ、はいはいはい、わかります、なんとなくこっちが戦場になって、はい、戦場に一路近いじゃないですか、はい、こっちに近いじゃないですか、はい、こっちは一路遠いんですよ、はい、その一路がね最後生きてくるんですよね、穴があると、あ、なるほど、うん、穴熊特有のなんかこう粘りとか、はい、遠さを生かした攻めみたいなのができるんで、それがね穴熊のいいところなんですよね、なるほど、僕もこの穴熊嫌でね振り飛車一瞬やめてましたからね、このノーマル的なやつは、あ、革命してもらえるやつは、で今はあのアブノーマルの方の四間飛車、いやそれもあんまやってないですねあんまやってないまあ、やってない、それも、ちょっと進みましたね、王様は確か本体このままでやめてください、この真ん中の人狼の人ってやめてください、そういう言い方すごいで、 なんかでも剣って言ったりロって言ったり難しいですね、あ、そうですね、はい、はい、一路ってあんま言わないですもんね普段、あ、一路これさっきの王様の話、はいはいはい、あ、急に戦いになりましたね、あ、うん、ぶつかり合って、あ、うん、本当だ、なんかこの形で戦いになるのなんかパッと見嫌だなって、ね、もったいない感じもあるんですけど、はい、あのさっきねこの、ええ、こういう風に角を引けば一応受かったんですよ、はい、この斜めのラインで、ああなるほど、はい、はい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 、ただそれをやらないでチャンスと見て、うん、8六から7三桂とね仕掛けていきましたね、なるほど、本当はこの3一金から金をね全部寄せたいんですよ、穴熊にしたいんです、こうですか、そうです、この四角いね、うんうん、この四角い形にしたかったんですけど、はいはい、コンパクトな、うん、はい、まあ、これの余裕がないと見て、なるほど、まあ、それからチャンスと見て後手は仕掛けていきましたね、はい、受かるは日本語私ね受かるが分かんなくて、受かるはどういう時ですか、うです、ね、受かる、受かるは日本、受かるは分かんない、日本語っぽいですよね、先生に聞いてそれ僕受かるって言いました角がここ、ああ受かれた、受かれたんだけど、あ、そうかそうかそうか、受かるって言わないですかね、いや将棋では言うんですよ、あの受かると受からない、日本語が分かんない説、あの受験の受っていいです受験の受はい、この受かるなんですね、はい、受かるです受かるです、今みんなふざけて言ってるのかと思ってたガチだった変ですね、確かに言われてみたら、受けの受けの麻雀の受けっていうんですよ、はい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 、
あ、そうか、麻雀だと受かってるとか言わないですもんね。そうですね、初めて、うん、受け切るとか言うんですかね、例えば。あ、はい、受けるは言いますね、あの、リーチかかってそれを受けるみたいな言い方、使い方はしますね。ただ受かると言わないですよね。受かるとは言わないですね、うん、確かに意味は、うん、としては一緒なんですね、同じ受けるっていう、はい、受けるって意味です。はいはいはい、うん、めっちゃ急戦。例えばもう安牌がなくて、はい、急に安牌が例えばあんこの牌とか通って、受け切るみたいなことってなんて言うんですかね。ああ、折り切るとか。折り切る、受け切るっていうか折り切るって言いますね。折り切る、折り切るとか足りたとかになるけど。あ、でもね、解説で受け切ったっていうこともあるな、確かに、うん、そういう言葉使う時もありますね、うん、はいはいはい、うん、確かに。そっか、うん、先生これ歩の置き方ってこれでいいんですか。こっちの、あ、いいですね。あ、一応あのね、どう置くのか普通なんですよ。あの大きい駒を上にしました、ちょっと下の方に置いておくとね、僕は影になっちゃうんで。ああ、なるほど、はい、後手のってこれこう置くんですか、これ。あ、ちょうどちょうどいいです。受けることができるっていう意味だなって当てて、うん、まあ、そうですね、そんな感じですね。受けることができる、だから、はい、受かる、受けるじゃなくて受かるなんですね、うん、なるほど、はいはいはい。桂馬が跳ねましたか。うん、4二角とさ聞いてれば 6筋の攻めを受けることができたわけですね、はい、こうなってるとここの攻めが受けない、うん、それがまだ略されてるのかもしれないですね、はいはいはい、将棋用語なのかな、将棋用語なのかもしれないですね。なるほどね、受かる、確かに。でも受かる、でもテストに受かるとかそういう使い方ですよね。受かるって受験に受かるとかなら使いますよね。うん、なんだろうな、でも将棋の受かるは確かにちょっと使い方が違う感じがしますね。そうですね、確かに、なんかもう当たり前のように使ってたんで、だって言ったことも自分で分かってなかったぐらいでしたもんね、自然すぎてみたいな俺言ったっけみたいな感じでテンションでしたね、もうギャグが受けるって、ね、そう受けるですからね、受かる、超受かるとか面白い、超受かる超受かるはおかしい銀を上がるって確かにおかしいんだ、銀を上がる、これ銀が上がる、銀が上がる、そうですね、確かに、うん、これちょっと今これ気がついたら結構先手大変じゃないですか、はい、あれ大変なことだね、いい勝負ですよ、まだ竜作られても全然っていう、うん、ええ、いやここでね6六角って上がるか、うん、9五角って上がるかですね、こっちか、はい、こっちか、はい、はいはい、6六角って上がってこう上がって6五歩は嫌な手なんですけど、こうされるのが嫌だけど、はい、これ8八飛車ってもうね回す手、あ、ぶつけちゃうんだ、はい、あ、なるほどなるほど、これで7六竜に飛車成りが一回金取りなんで、あー、これが、はい、なるほど、さっきのこのこれが閉まってないところを突かれるんだ、なるほど、この形のまんま行くの嫌だって言ったの、いや、こういう、はい、あの全然考えてないよ、嫌だけどなんかこういうのがあるんだ、なるほどね、はい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 、はい、実際浮いちゃってんですよね、4一の金が、なるほど、これですね、感覚的にこういう手筋とかいうのじゃなくて感覚的にあの金が嫌だったのは、いや、そうですね、うん、やっぱり離れてるのって嫌なんですよ、あー、くっついてて美味しいんですね、うん、なるほどね、そっか、王様になるべく近づいた方がいいんですよね、はい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 、あの4一の金とか5二の金っていうのは、はい、で、まあ実際は9五の方に角行きましたね、あ、で、9五角に5六でしたね、中角にこう、はい、この部がいつの間にかなくなってる、はい、あ、こっちです、こっちです、あれ、あ、はい、こっちです、あ、さっき歩打った、はい、変化点で、はい、で、同歩と取りました、同歩と取りました、そろそろ僕の頭じゃ追いつかなくなってきた、戻すのがはい、まあ、ここで、はい、9九角成と香車を拾うのか、あるいは何か別の6六歩とかちょっと飛車道を止めるのか、なるほど、9九角成で5五桂と打てばいい勝負ですね、なるほど、9九角成でした、はい、でこの先手の玉も囲いには入ってるんですけど、この斜めのラインが空いちゃってるのはちょっと気になるところですね、ああ、これですか、うん、はい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 、まあ、これがすぐにどうということはないんですけど、基本的にはそういう斜め一直線とかは開けたくない、はい、開けない方がいい、ね、なんか角でね、はい、例えば飛車がこの辺に来て、はい、なんかもうこうバチンってやられたら、あ、すぐ大手飛車じゃないですか、はい、まあここまでうまくいくかどうかは別として、こういう筋があるだけでちょっと損なんですよね、なるほど、うん、どういうのでいけばいいんですか、なんか何を置いとけばいいんですか、あ、まあ、例えば何かこういうふうに、はい、ここに何か打っとくか、あるいはこう一回移動しとく、なるほど、うんうん、まあ、移動した方がスマートですけど、ね、うん、直接王様がその空いてるところの先にいないようにしとく、そうですね、はい、移動するっていう、
なるほどね。そうか、あ、そうそう、小瓶って言うんですよね。小瓶、斜めのこと小瓶って言うんですよ。僕も意味がよく分かんないんだけどね。小瓶、あ、でも僕も正直あれはよく分かんないですね。小瓶攻めみたいなこと言うんですよね。へえ、あ、端攻めました。1四歩同歩1三歩、ほう、このタイミングで攻めましたか。端攻め1三歩、今ここですか。うん、はい、端攻めがあるけど、それもそういうことですか。今端攻めって言うんですね。強者がドンっていくやつですか。そうですね、それもあるし、強者で取った時に桂馬でこうジャンプして、はいはいはい、へえ、そういう攻め方もあります。なるほど。いや、伊藤先生まるで将棋プロみたいだって書かれてる、うん、そういう声が多いんですよ。そういう声さっきひどいの5年ぶりにちゃんとしたところを見たって、うん、いや逆に嬉しかったですけどね。5年前から俺のこと5年も追いかけてくれたんだと思って、かなり熱心なファンだなと思ってありがたかったですよ。あ、瓶って瓶じゃないらしいですよ。瓶、あ、サイドの髪の毛のこと。へえ、せピンって晴れてる。本当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 ですよ。あの、今適当なこと書くとみんな信じるから、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、何言ってもそうなんだってなっちゃいますよ。はい、あ、もみあげのことを言うの。もみあげのことをピンって呼ぶの。小瓶だよ、小瓶だよって書いてあるのはね、読めないんですよね。なんで小瓶って言うんですかね。確かにね、確かに、うん、そうそうそう、うん、小さい瓶、これ、はい、あ、顔の斜め、8-8打ちましたね。斜めにあるから、あ、そうなんだ。へえ、ここシュッシュッシュッみたいな。だから斜めから攻めること小瓶攻めって言うんですよね。はあ、うん、何もすい斜め、斜めを表現した斜め、斜めを表現した。なんで私知らないんだよっていう。確かにね、俺も知らないこと結構あるんですよ、その将棋のことで。歴史的なことで。だって当たり前のように使ってたらそれこそ分かんないことっていっぱいありそうですね。ちっちゃい頃から使ってはいるんですけど、はい、由来を知らないみたいなのがたまにあります。コスモさんのあのつける油を瓶つけ油っていう、ああ言いますね、確かに。そうなんだ、全然知らなかった。そう打ちましたか。6六は強いですね。ただどうしたら取ってどうか、同飛車でどうするの。これ馬がこう当たるってことですね。後で取った後に、まあ一回受けたりしといて、うん、後でこれが飛車取りになるっていう意味ですね。今すぐだと切っちゃうんですかね、これ飛車。そうですね、はい、こうなったらそうですよね、はい、飛車切ります。だから、ね、まあ一回6取ったら6四歩とね、歩でこう蓋をしておく。なるほど。実際、はいはい、刺してる時って、はい、何手ぐらい先まで出たよく考えるんですか。よくあるよくあるあるやつ。もう既に分かんなくなっててな、こうしたらこうなるか状況によりますね。序盤だと420って、それ読んでるわけで刺しただけだから。あの状況に序盤だったらあまあ10手ぐらいですね。あ、終盤だったらもう本当にすごい読みますね。でも違うの来ちゃったらどうなるんですか。意味ないっす。あ、全部消え、そう、意味なくなりますね。ああ、まあどこかでそれが使えるってことはありますけど、うん、ああ、そうなんですね。その話僕伊藤先生に前聞いて、うん、あの調校してそうやったら無駄じゃないですかっていう質問の答えがそれだったんですよ、うん、いつか別の対局で生きるみたいな。あ、 それはあります。確かにそれがすごいなと思いましたね。うん、うん、確かにそうですよね。考えてることが別の局面、別の日に生きるんですもんね。両差しの時は、うん、って、ああ、やっぱりそう、その30秒将棋とか1分将棋の時はやっぱり読む量減りますね。うん、だある程度感覚とか勘とか第一感とかを信じて指すしかないですね。なるほど。けど麻雀って、はい、長考どこまで許されるんですか。ああ、それは制限がないので。ないですよね。ないので、まあだから納得いくまで考えますね、やっぱり。うん、まあどうなんですかね。麻雀もできればでも僕はね、あの時間制限をちゃんとつけた方がいいかな。俺もそっちの方がいいと思う。これ横で、そうそうそう、まあ、これ横でというか、もっと技術が発達して打敗後何秒とかっていうのがもう決まると、まあそれはそれで競技としていいかなと思いますね。確かにね、大井さんちょっと言われちゃってるけど、大井さん長いなと思うんですけど、なんかもいろんなプロの方に聞くと、あの人は上手すぎるから、はい、よく読めて、あれでも早い方なんだっていうのを聞きました。ああ、まあそうですね。うん、それは、大井さんって結構時間打ち切りとかがあると、うん、あの打つの早いんですよ。めっちゃ早いんですよ。そう。で、時間打ち切りがない対局だと、もう納得いくまでいくらでも考えるんですよ。うん。うん、
だからそのあたりはやっぱフェアというかなんですか、うん、ね、まあ皆さんもね別に本来の考えてもいいわけですもんね、調教してもいいわけで、はい、あ助けてきました、助けてが、はい、どっちが助けてほしいんだろう、どっちだろう上の人っぽいから、上の後手かな、後手後手ってよ、お後手って呼んでる、すげえ後手じゃないでしょ、後手でしょ、後手ね、後手ね、後手が助けてですかね、これは、はい、中手さん、はい、今、桂馬晴れのところかな、はい、どうぞ、後手の手番ですか、どうぞ、先生助けてください、あ、はい、後手です、助けましょう、助けましょう、いや、これはね、この愛しい先生にお任せください、さっきまでは後手がかなり優勢だったと思うんですけど、はい、今はいい勝負ですね、あー、これ、うん、風七が上だったかな、受かるんですか、これ受かりますよ、三三に桂打ちたい、そんなことあんの、三三に桂を打つ、同桂成の時ちょっと嫌ですかね、同桂成同銀2五桂って打たれた時に、同桂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 、まあ三五歩みたいな感じで小瓶攻めというか斜めのラインで行かれるんで、どうするのがいいかな、四四歩とかもあるんですよね、お近づけて、うん、あとはまあ5四歩で受けるとか、それ一番5四歩が一番いいかもしれない、コメントでも5四歩はって書いてありますね、うん、5四歩良さそうですけどね、うん、1三桂成の時に同桂取るのはちょっと尺なんですけど、まあ、ただやっぱり馬のラインをこう消すのが先決だと思います ね、1三桂成同桂として馬が逃げてきたらだいぶ玉が安定するんで、あっちの玉が、はい、はい、でも5四歩ってやって、あの馬の行き場所実は難しいですね、これ6六飛車がブラブラになってるんで、こっち取ったら取れるから、寄ったら寄ったらまた5三桂とか6四香とかで追撃してる、だからやっぱり優勢ですね今、 ありがとうございます、はい、5四歩打てば5四歩を普通に素直に打ちます、そうですね、素直に打って、まあ、1三桂なり同桂でどうなるか、ちょっと何ですかそれ、いちゃつくのやめてください、ちょっと私はカメラの前のみんなにやってんのになんかケイブーさん返してくる、いやなんかもう向こう見たくない私向こう見たくないとりあえず5四歩で、うん、飛車を取り切れば良さそうですね、キモって書かれてるけどキモが NG に引っかからないんだっていうのを今知った感じした、そうか、じゃあ5四歩で、はい、桂馬、桂次同桂と取って、で 馬、まあ、馬を切ってくるか飛車を切ってくるか分かんないですけど、何か暴れてくるんですよね先手は。ですよね。ああそうですね。うん、まあそこで対応すれば丁寧に。はい。まあ6三飛車の時どう振って取るか5五振って取るかどっちもありますけどね。なるほど。うん。わかりました。はい。じゃあ一旦5四歩打ってきます、はい、優勢なんで、はい、ありがとうございます、いいのそんなんで、大丈夫、大丈夫、はい、いけますか、勝てちゃいますか、もう1回残ってるんで、そうだね、うん、じゃあ頑張ってきてちょうだい、応援してます、はい、今映ったかな、井上裕貴さんで今いたんだけど、うん、いくつに見える、はい、私答え知っちゃってる、あ知っちゃってるのか、知っちゃってる、先生来ました、いや聞いてないです、あといくつに見えますか、たくみさんとゆうきさんが同い年の聞きました、あーそれ聞いちゃったら、そう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 、え、じゃあそれがすでに結構衝撃じゃないですか、そうぶっちゃけた話、ちょっと驚きました、ですよね、だいぶ同じには見えづらいですよね、僕も対局室で聞いて年上だと思って話しかけたら年下でした、一回り ゆうきさん、そうっすよね、ワンちゃん年上と思って聞いた、なんか新井さんあの裏で、はい、すごい敬語で喋ってて、井上さんみたいな感じで、そうそうそう、だってだって上に見えるじゃないですか、なんとなく俺失礼なこと言ってる、すげえ、いやいやいや、ゆうきさんの方はあれですよね、最近特賞リーグで勝って、おーそうね、そう、うん、最高じゃないね、 B2 リーグに上がったんですよ、すごいですね、そうそうそう、まいちゃんもね、うん、すごい最近すごい勢いがあるって誰かが言ってた、ね、うん、麻雀の放送とか出たことあるのかな、あちょっと聞いとけばよかったですね、 B2 だったら増えてくるんですかね、うん、まあ出る機会もあるかもしれないですね、伊藤心ができなかった衝撃てんてんてんじゃないよ、もうちょっとやめてくれよ、なんでえぐってくるかね、傷負ってきてんだよ今日、おズボンといった、あ普段からピンクのネクタイは多いんですか、あそうっす、ちょっと今日ね可愛 い系で、可愛 い系でいこうかと思って、本当にネクタイは40本ぐらい持ってますからね、おー、はい、仕事着ですもんね、あれ、まあ、そうっすね、普段からスーツ、うん、
あの和装の時とかってあれは本当にタイトル戦の最後のみたいな、なんか決勝とか、最近ハッシーとかは毎回和服で来てますけどね。ハッシーさん、あ、橋本文平、はいはいはい、髪型がよく変わる方、そうですね。へえ、これ5五歩で強気に勝ちに行きましたけど、どうなるやら。娘さんからのプレゼント、プレゼントもらったことないな。ちょっと待って、あの私このタイミングでさっきのちょっと同級生の話を思い出しちゃったから、ちょっと、プレゼント買ったことはないですけど。何その話、同級生のあれか、あの結婚するのって。だからもう最近指輪を買ってくれとか言ってくれるようになってきますね。おしゃまさんだ。幼稚園の頃か、お兄ちゃんと結婚するって言ってました。あ、それいいっすよね。最初はなんか弟と結婚するって言ってたんですよ。あ、そのね、あのまだ8ヶ月のやつと、はい、なんかね可愛らしいなと思ってたんですけど、うん、同級生はちょっと笑えないですね。本当笑えない、笑顔なくなりましたもん。ペタ。あ、これ一気に攻めましたね。あ、いい感じ。これ詰めろですよ。ですね、え、もうですか。あ、今日ん叩いて銀打って、ふやばい、これだけはダメだ。それ聞くのか。あー、これこれダメじゃね、これこれ。何したの、待ってくれ、待った待った、何したの、待ったカードないのか。待ったカードはない。もう助けてカードがない。待ったカードはない。一気に持ってかれた。いわゆるこれが一つの頓死的な。先手は有利なんですか。こうですか。うわ、叩こうとしてる。こうですか、こうですか。奈良原さん叩こうとしてる。え、だって奈良原さん、奈良原さんの手番とかこれ逃すわけないじゃん、これ。うわ、投了した。なんという急転直下。これシステム、システムの勝ち。これ初めてじゃないですか、助けて使わないで勝ったの。そうかもしれない。すげー。何これ。何がいけなかったんですか。どうすればよかったの。いや、強者がね、本当にね、急転直下の一手でしたね。痛恨でしたか。痛恨の一手でした。あ、そこだけはやっちゃダメって。そうですね。何をすればよかったですか。まあ、2-1に何か駒を埋めれば強者とか桂馬とか打つのは1個ずれてた。そうそうそう、手が滑った。こっちならよかった。こっちらと同じように今みたいにひょいってやったらどうなるんですか。で、同玉と取って、玉が取れ、はい、あの強者がいるからそこに打てないじゃないですか、銀とか。あ、はい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 、あ、そういうことか。そういうことです。銀を置かれちゃうの。あれ、これどっちですか。強者がいないとね、強者がいないと置かれちゃうんですよ。と、うん、取れない。そう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 、下がるしかない。いや、急転直下。急転直下。これは将棋の恐ろしさですね。そう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 、すいません。終盤の一手のミスは本当オーラスの漫画と一緒ですから。言ってましたね、最初言った通りになりました。いや、これ将棋の醍醐味ですよ、これが。そうですね。いや、ちょっと僕はね、教え方まずかったですね。6三飛車にもう取った方がかったですね。ああ、ちょっとどっちでもいいって言っちゃったんですよ、その、はい、馬の方を取るかどうかみたいなところで。そうですね。いや、まあそうなんですよね。6三飛車で同歩って取った方が、まあ結果的には安全ではありましたけどね。うん、こんな感じかな。はい、で取った方がまあ良かったかな、結果的に。取って、一回こっち取って、はい、同流で。角だったら角合わされるんですか。そうですね、はい。まあ一五歩とかそういうことになるんですかね。ですかね。なんか普通に端から反撃食らって勝てそうな気はあんましないですよね。まあこうなれば飛車がね、飛車2枚持ってる後手の方が優勢だと思います。まあ実際3二金の局面ですよね。3二金打った局面で、すいません、僕他です。まあ、いや、これはしょうがないですね。こう30秒将棋なんで、こういうこともありますよ。あの歩が6二ですかね。あ、そうです、はい。で2一香って打った、あ、2一角ですかね。角はちょっと考えてたんですけど、これだとどうでしたかね。あ、角ですかね。香か、いい手だな。結構嫌ですね。まあ、強者だと桂馬打っといて、これでなんとか繋がったらいいなって感じです。じゃあ2桂馬にしますか。じゃあ、これでどうか。桂馬は
実はすでに結構受けが厳しかったかもしれない。結構そうなんです、あの飛車角桂香っていう受けに適してない駒なんで、はいはいはい、結構ねちゃんと受けないと嫌な格好になっちゃったんで、あの6三飛車から5二竜がちょっと鋭かったですね。あ、うん、まあこれでなんとか受け切ってると思うんですけどね。そうですね、まあ、次3一香とかの手が間に合えば端からも、うん、1五歩ですよね。でまあ3一香って打っちゃえば消えそうではあるんです。香って香車打って、あ、香車ですか。もうこれ同型でなんか、そうですね、同型と取れますね。今度は歩が効かない。ああ、そっか、1、2歩が効かないのか今度は。うん、うわー細かい、なるほど。ただこれを30秒でね読み切るというか、い正確にいくのはかなり難しかったですね。30分惜しいです、うん、長い銀打つのか、うん、取って取り込むか。でも広いですもんね。そうですね、まあ取り込んだ時にこう叩く手があるんで飛車打たれた、うん、カウンターでまあ仕留めようということですね。強者とかは遅い強者のやつ、強者打ちますか。あ、強者っても同じなんですよね。結局これ一応が取っていく感じなんで、あ、なるほど、うん、自分攻めになっちゃうから、ね、どっちでもいいのか。もうちょっと、あ、桂馬か。まあ3一強ですね、やっぱり。うん、まあただ取って取ってまた受ければ、うん、まあ3三金とか。おお、3三金が金こっちっすよ。いやいや、あれ今取ったから金取った。ああ違う、はい、うん、こう取って同銀。まあまだ先は長いですけどね。ちょっと30秒。そうですね。ちょっと受けてる方がね辛いんですよ。いやあれはちょっと受けてる方がね辛いんですけどね。間違えた瞬間に終わってしまう。そうそうそう。うん、形勢が 7-3 でもやっぱ攻めてる方が気は楽ですからね。うん。ちょっと確かに先手悪そうですね。ちょっとそうですね。助けての時にもっと細かく言っとけばよかったと後悔します。いやただ将棋的には良かったです。あの後手のねチームが。うまくこう8筋を突破して、はい、有利を拡大しましたからね。このし先手の飛車は結構さばけなかったじゃないですか。だからなかなか後手うまい指し回しだったんですけど、角抜けたところで飛車浮いてるぐらいでどうにかならないかなと思ってましたけど。いやていうか桂は多分取らないで後ろから歩で支えてればって思ってたんですけど、うん、これ取ったね。あ、同桂成じゃなくて歩、違う、俺はしたか。飛車っぽいやつね。それは難しいよね。やっぱね、あの、リレー将棋って難しいよね。リレー将棋ですからね。なるほど。この方は確かに飛車っぽい。うん、いや、ただいい内容だったんですけど、やっぱり序盤が綺麗ですね、皆さん。うん、本当に。序盤綺麗だとね、あの中終盤いい将棋になりやすいんですよね。うん、壊れづらいですから、将棋が。すいません、壊しました。うん、いやいやいや、全然良かったですよ。いやでも怖いもの見ましたね。はい、まあこれが、ね、将棋の怖さでもありますよね。うん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで2局目は、こんな感じで、終わりまして、はい、3局目はじゃあ伊藤先生にちょっと、え、ちょっと待ってくださいよ。伊藤先生にあの麻雀じゃなくて人狼じゃなくてちょっと将棋を指していただこうかな。苦手なんですよ。指すの。そんなことありますよ。終わりにします。ということで、はい、準備に入りますので皆さんちょっとだけお待ちください。お待ちください。じゃないよ。スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらへお願いします。高評価もお待ちしてます。